はい、皆さんこんにちは。今回は新型ランドクルーザープラドに乗っています。グレードは TXL パッケージとなっています。ボディカラーはホワイトパールクリスタルサイン。この車には様々なメーカーオプション等が装備されている車となっています。それもですね、後ほど紹介していきたいと思います。はい、プラドですね、初めて乗った感想としましては、最初の私のイメージはですね、トラックみたいな乗り心地が悪いようなイメージをして乗りましたが、思ったよりもですね、実際はですね、シートがこれ TXL ですので、本革のレザーパッケージ仕様となっていて、どう言ったら分かりやすいですかね、シート自体が柔らかいので乗り心地が想像以上、思っていた以上に、柔らかいといった感じです。もう少しこうトラックに乗っているような、乗った時にこうガタガタ、腰にくるような感じではないかと思って乗ったんですが、実際はですね、乗り心地のいい車となっています。燃費はですね、リッター 9.0 となっております。ボディサイズは全長が 4825mm、 全幅が 1885mm、 全高が 1850mm、 ホイールベースが 2790mm となっています。こちらのプラド、乗車定員はですね7名となっております。そして駆動方式はもちろん四輪駆動となっております。あと燃費もですね、今メーター表示ですけど、実際は6ぐらいというイメージで、いろんな人から聞いていましたが、実際はですねメーター表示だいたい20キロぐらい走行した時の、こういった郊外道路の燃費はですね今 7.8 となっていますが、もう少し伸びると思います。また動画の途中で、今現在の状況の燃費ですね、メーター表示の燃費ですけど紹介していきたいと思います。今気温はですね、外気温が15度となっております。ガソリン車なので室内のエンジン音とかもあまりうるさくなくてですね、割と静かです。本当にですね乗り心地が思っていた以上にですね、柔らかくていいといった、感想です。またこちらの、内装はですね、ブラックとなっております。シート表皮はブラック、こちらはメーカーオプションのお金はありません。メーカーオプションとしてタイヤ&アルミホイール66,000円、ルーフレールブラック27,500円、クリアランスソナー、バックソナー、これが、15,400円となっております。はい、今現在のメーター表示内の燃費なんですけど、平均がですねエンジン始動後、約27分ほど走行してますけど平均燃費がですね 8.2 となっております。私としてはですね、これだけのボディサイズで 8.2 出てますんで、そこそこの燃費ではないかと思っています。続いて装着されてますメーカーオプションはチルト&スライド電動ムーンルーフ11万円、あと TC 9インチナビですね、こちらディーラーオプションのナビとなっています。あと雨滴除去マルチビューバックガイドモニター、これが67,540円となっております。あと ETC、 あとフロアマットですね、あとセルスターの2カメラ式の前後カメラドライブレコーダーが装着されております。はい、こちらのプラド TXL パッケージホワイトパールクリスタル社員のメーカーディーラーオプションが73万1550円となっておりまして、お支払い合計金額は501万1650円となっています。エンジンはですね最高出力が5200回転で163馬力、そして最高トルクの方が246Nm となっております。燃料はレギュラーガソリンとなっています。このプラド TXL パッケージの快適装備としましては、シートヒーターおよびシートベンチレーションが運転席および助手席に標準装備となっております。はい、今プラドに乗って、クルーズコントロールを設定して走行しております。前の車に追従しながら、ということなんですけど、前の車は今いませんので、設定した速度で走行しております。アダプティブクルーズコントロールではなく、普通のクルーズコントロールとなっています。速度が50キロ以下になりますと、解除されますので、こちらのプラドは注意が必要です。少し古いタイプの、クルーズコントロールとなっています。前方の車に近づいてきてます。はい、今自動制御が入りまして、前の車と車間距離を保ちながら、走行しております。今、ちょっとブレーキを踏んでますね。まあ、最新の、アダプティブクルーズコントロールほどではありませんが、十分ですね、バイパスやこういったちょっと渋滞気味の、道路を走行するときなどは、とても役に立つ機能となっております。
はい、今ですね速度が50キロ以下になりましたので、注意喚起のププというブザーとともに、解除されました。はい、今はですね、前の車が、急停車しましたのでクルーズコントロールの、セットは最低45キロでセットできます。はい、プラドのクルーズコントロールのセットは、こちらをですね、押すことによってスタンバイセットは、手前この下にするとセットになります。速度調整はこの上下で、速度調整が可能となっております。45キロ以上で設定可能です。キャンセルする場合は、こちらをキャンセルボタンを手前に引くかブレーキを踏むと、キャンセルされます。あとウィンカーライトはこちらになります。先ほどはですね前方の車がですね急停車しましたので安全機能ですね、45キロ以下でアラームが鳴るのと同時に、トヨタセーフティーセンスの緊急ブレーキが、作動して停車までしてくれたという安心して乗れますよね。やっぱりついてないよりは安全機能がついていますので、もしもの時にいいですよね。今ですね、速度、制限速度に設定して、前の車に追従しながら、走行しております。こちらのクルーズコントロールは、ちょっと古いタイプのこのレバー式のタイプ、昔はこれが主流だったんですけど今はこちらのこのハンドルするようなタイプになってますけど、昔のタイプとなっています。セットの仕方についてはですねこのレバーのこの先っぽをこう押しますと、スタンバイレディといって、スタンバイ状態になります。この状態でですねレバーをセットの方向下側にします。下側にしますとセットができます。で、基本的に今走行の速度でセットされます。ただし、アダプティブクルーズコントロールではないので45キロ以上の時にセット可能となっております。例えば、速度60キロで、走っていた場合60キロでセットしますと60キロでセットされます。あとはですね、この上下上に上げますと速度が上げれたり下にすると下げれます。はい、新型プラド、こちらの、TXL の燃費ですけどただいまですね25分ほど走って思ったより燃費が良いですね。平均燃費エンジンかけてですね気温は16度となってますが今現在こちらのメーター表示の燃費は 9.6 となっております。思ったより燃費がいい感じですね。ということで今回はですね新型プラド TXL パッケージを初めて乗った感想と意外と知らない機能の紹介そして操作説明などを紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか。この動画がですね購入検討中の方や納車待ちの方の参考になるととても嬉しいです。乗り心地良かったなというのが正直な感想になります。シートも柔らかくてですね乗り心地が良いシートとなっていました。あと 2.7 ガソリン車だったんですけど静粛性も良くですね運転しやすい車だと思いました。はい、この動画が少しでもいいねと思いましたら高評価いいねまたコメントよろしくお願いします。皆様の高評価いいねが動画作成の励みとなっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。